ちょっとね、いつもと違うところからね、お送りしようかなと思うんですけど、これで、パンプキンの、アシュリーのパニックで、ギャラリーを満タンにするっていうやつだったんですね、やっぱりね、あれね。だから、あと1個のところまで来ましたんで、ちょっと撮りたいなと思うんですけど、これ、こうやって見る、これ左上のやつやな、一番可愛くねえやつが残ってね。でも、今このニューで撮ったやつが最後かなと思ったけど、これは可愛かったり、上の2つ、あんなこともするんやね、アシュリーっていうやつもあるし、真ん中の下のやつは、あいつ、ほうきに化けるって言ってたか。左上なんや、これ。ちゃうけど。なんやろね。好きになった、ドット絵、かわいいね。これドット絵やったんけ、昔、これ真ん中の方の。でもやっぱり、なんかアシュリーに、もう今日、でもやっぱり 5W。で、まあ、そこであと1個っていうところからやりたいんですけど、この作業完全ゲーなんで、作業してるうちに僕、だいたいこの特徴を掴んできまして、まあ、ハイスコアは何も変わってないんですけど、その、はい、この、なんか、効率良い倒し方でも教えながらできたらいいなと思うんですけど、でも、もう皆さん知ってることかもしれないですよね。知ってます、それは。これでも当たり判定がでかいんですよね。これな？これ絶対こっからボーリングしろっつってるやろ、これ。これさ、ボーリング、のゲームやったやん。2個ぐらい前のミーティングじゃねえわ。ミニゲームで。すんげえボーリングやったやん。こういうボーリングならまだいい。あとこういうの残しとくんですよ。こうやってわざと。わざと残しとくとすげえ点数入るんじゃねえかっていう。で、このパンパンパンって弾けるところも当たり判定あるから、結構な範囲であいつカボチャになりますんで。なんでカボチャにしてるんかもわかんないし、カボチャで守、でもまあ、なんやろ、高得点狙うには、ああやって溜め込むのもいいかもしれない。あと、ここで横から、こう打つと、ブワーってなるんですよね。ちょっと後ろにまで当たり判定あるから、こうやって。すんごい当たり判定長いんで、こう溜め込んでやると気持ちいい上に、すげえ点数取れるんじゃないかなって。で、カボチャとか一気にプシャーンって弾けるんですよね。こうなると、こうやってなんか飛んでくだけなんですよ。ここ一個だけやと、こう飛んでくんですけど、弾けるのは気持ちいいですよね。バシャーンつって。でも点数はあんまり変わらないっていうね。どっちがいいやつか感じなんですよね。あとは、ここのボスなんですけど、多分、こうやって待ってて、これ1回のターンで倒せたことあるんですよ。ターンって言わないか。ターンっていうのはドラクエか。これで1ダメージ。これ1ダメージね。で、ちょっと間を置いて、2ダメージ、3ダメージ、4ダメージってやると倒せた。今3ダメージ分がちょっと早かったんですけど、倒せる時もあったんで、皆さん、乞うご期待してください。で、あ、もう、早っ。なんかね、ファンファンってさ、俺なんで、音だけじゃなくて、なんか好きなんやったら、でかって、なんか、結構アナログチックなんですよね。なんか、ちょっと遅れてファンファンってなったり、今みたいにめっちゃなんか変なタイミングで、全くゲームの音とは別にファンファン、これが、俺好きやったら、下のやつも結構顔好き。5W には勝てんかな。でもファンファンなりまして、まあもう一回ギャラリー眺めてみましょう。最初に眺めたのが失敗だったんです。最初出たやつ、最後、あ、可愛くねえやつと思ったけど、一番可愛い。オッケー。一番可愛い？一番可愛いかな。まあ、オッケーってな、達成し。まあ、一発撮りで行きましょう、こういうのはね。アシュリーを見つけました。あ、もし最後あの変なアシュリーじゃないやつやったら、ちょっとアシュリーを見つけてって感じではないですけど、ギャラクシーじゃない、あれを完成させました。あれじゃねえし、あれ。